こんにちは、サードロです。今回は次回控えている第4弾アップデートと第5弾アップデートで追加される可能性が高いコンテンツについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速現状公開されているロードマップを今お出ししているんですが、現状が11月の24日に追加された第3弾アップデートですね。これが最後のアップデートとなっております。で、次回控えているアップデートっていうのがもう2023年っていうのは確定していまして、一応冬と春にあと2回は控えているっていうのが決まっている情報なんですが、まあ合計なんで第4弾アップデートと第5弾アップデートまでが今のところ確定しているっていう感じですね。で、この第4弾アップデートと第5弾アップデートに関しては結構伏線がいろいろ散りばめられているので、まあ、それも踏まえて今後解放される可能性が高いコンテンツについてお話をしていくんですが、まず一つ目ですね。一つ目はこちらの怪異研究レベル、今現状僕200なんですが、これがまあ300まで上がる可能性がかなり高いんじゃないかなと思います。で、これは理由がいくつかありまして、まず一番伏線として熱いのがこちらですね。このバッジについてなんですけども、今現状実装されているバッジの中でまずこの銅メダルですね、こちらが怪異研究レベルが100レベルに達成した時にもらえるものになりまして、次に銀メダルですね、こちらは怪異研究レベルが200になった時にもらえるものになっております。で、これ以上が現状実装されていない状態になっているので、単純にまあ銅と銀とくれば、まあ金が来るのは必然的で、現状が銅から銀に上がるのに100から200に上がっているっていうのも踏まえて、次300まで解放されることによって金メダルが取れるようになる可能性はかなり高いんじゃないかなと思っております。で、ここでかなり気になるのがこちらのアップデートですね。あと2回控えているんですが、これで例えば次の冬のアップデートで一気に300まで上げてくるのか、まあ切りよく50、50で分けて冬に250まで、春に300までっていう風に分けるのかっていうのは現状ちょっとわからないんですが、今回の第2弾アップデートから第3弾アップデートまでが120から200までっていう、一気に80まで上がったっていう背景もあるので、それも踏まえるとまあ冬に一気に300っていう可能性もあるんですが、現状200まで到達しているユーザーの方っていうのがかなり少ないかなと思いますので、そういったのも踏まえるとまあ冬に50解放して250、冬に300まで解放っていうのがまあ現実的なんじゃないかなとは思っております。もしくは冬のアップデートで300まで解放して、もし春のアップデートが最後のアップデートだとしたら、そこで一気に500まで上げるとか、なんかそういった、例えば999まで上げれるようにするみたいな感じの、まあ、とてつもないアップデートをかけてくる可能性もあるかもしれないんですが、まあここは現状ちょっとわからないですね。まあただ現状で300まで解放される可能性がかなり高いっていうのはこのバッチから読み取ることができるので、まあ間違いなく200以上の解放っていうのは来るんじゃないかなと思っております。で、まあそれに合わせてなんですが、怪異等級クエストのレベル上げですね。まあ今回120から200まで上げるのめちゃくちゃ大変だったんですけども、まあこれもまた100とか上げないといけないと思うとちょっと震えるんですけど、まあこれもですね、また来るんじゃないかなっていうふうには思っております。で、あとそれに付随して素材に関してなんですが、現状が正規琥珀ですね、こちらは正規琥珀の王まで実装されているんですが、これがレア度が9なんですよね。で、その1個前の尖りが8で、上も8で、その前の琥珀も8って感じで、急に今回から8から9に上がったっていう背景がありまして、例えばこちらの怪異原種ですね、こちらはレア度が10まで上がっているっていうことも考えると、次回のアップデートでこの正規琥珀のレア10バージョンですねとかが実装される可能性もあるかなと思いますので、まあレベル上限が300まで解放されるっていうのに付随して、ここの琥珀の最大レアのアイテムっていうのも追加される可能性はあるんじゃないかなと思っております。で、それに合わせてこちらの怪異素材ですね、これも現状今回紫が実装されたことによって、今までがレア8だったのが9に上がっていますので、これも最大レアの10までですね、まあ次の新しい素材が追加されて実装される可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、あとそれに合わせてもう一点ですね、こちらの武器スロットの拡張についてなんですが、これに関しては現状8スロットまで、まあ、こんな感じで解放されていまして、まあ、この枠ですね、この赤いところの枠を見る感じ、あと2枠は入りそうな感じのアイコンをしているので、ここは次回のアップデートで9まで解放されて、最後の春のアップデートで10枠まで
スロット拡張ができるようになるっていうのも可能性としてあるので、まあ、これも付随して予想できる内容にはなっております。で、続きまして次回のアップデートで予想されている追加モンスターについてなんですが、今かなり有力なのはこちらのアマツマガズチーがかなり有力な追加モンスターとして今来ているんですが、まあ、理由としてはいろいろ伏線があったんですが、まあ、かなり確定づけたのがあのラパーチの一言ですね。あの特殊個体のゴアマガラ倒した後にラパーチが言っていた一言が、まあ、かなりアマツマガズチを連想させる感じだったので、まあ、これも間違いなく追加モンスターとして来る可能性はかなり高いんじゃないかなと思っております。っていうのが、まあ、現状の伏線も含めて追加される可能性が多いコンテンツの予想になります。で、他にも、まあ、こういう予想があるよとかこういう伏線があるよみたいなのがあれば、ぜひ皆様の予想もコメント欄で書いていただけると嬉しいです。これからもサンブレイクの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。